開けてくれ全部開けてくれよ俺何もできない家出しとるみたい北の国からこんにちは人を持ってバスに乗るユンです早い早い何が早いっすよこんにちはってことで今日動画を撮る予定じゃなかったんですけどいろいろありましてこういう状況でして急遽動画を撮りますきたということで今日は自主練をしていきますんでその一日を撮っていきます来たあかんわチケットマジ見てるんだ。おー、久しぶりにしようだ。いや、始めましたよ。あ、もう撮ってる。いつもで試合やります。大丈夫かな。そんなないです。ゼロなんで、1時間とかそういうので会うことないっすもん。2も2も
はい、帰りました。今からちょっと筋トレをしていきたいと思います。はい、筋トレ終わりました。あさっての2日後試合なんで、今日は筋トレは軽めで終わります。はい、じゃあシャワー浴びてきます。マキモクッキング、今日は僕がいつも食べている質素な料理を紹介していきたいと思います。僕は油を使わず全部オリーブオイルでやってます。ニンニクをめくっていったら、なんか中がめっちゃ赤くてめっちゃびっくりしたんですけど、調べたら全然大丈夫でした。味噌汁はいつも飲むんですけど、インスタントでまあ簡単に食べます。フライパンに切った鶏肉と玉ねぎをぶち込んで、ニンニクもぶち込んで、そのぶち込んでいる最中にサラダを作ります。僕はいつもサラダにトマトとチーズを入れてます。このサラダにチーズ入れるのマジうまくておすすめです。しかもチーズそんな高くなくてめっちゃいい。味付けはこの日本の塩コショウ。塩コショウは多けりゃ多いだけうまいって。これで完成ですね。切って焼くだけバカでもできるって、ほぼ毎日食べていると言っても過言ではない目玉焼き。さあ片手割りできるか。できたよ。水を入れて蒸します。少し半熟状態でご飯の上に乗せてから、黄身を潰して食べるのが好きですね僕は。卵にも塩コショウをちょちょいとかけて完成。これがマキモの簡単激安ズボラ料理。いただきます。次の日、おはようございます。昨日はあのまま寝てしまったんですけど、昨日昼から動画撮り始めたから、ちょっと昼まで動画撮りたいと思います。今朝8時です。まずはそばを食べます。いただきます。はい、今練習に向かっております。いつも夕方から練習なんですけど、明日の試合が、天然芝で行われるってことなんで、今週の練習は全部天然芝の方のグラウンドで練習してます。僕も知らんかったんですけど、多分天然芝のグラウンドを持ってるらしくてね、今日はそこに行って11時なんですけど、練習してお昼に練習するっていう形です。はい、じゃあ向かっていきたいと思います。景色いいっすね。あいつ今年はプーマ行こうかな。
はい、ってことで動画バラバラすぎてちょっと今日はわけわかんない Vlog になったかもしれませんが、試合 見に行って帰ってきました。はい、明日は僕らがリーグ戦があるんで、今日はこれから夜ご飯食べて明日活躍できるように、いい準備していきたいと思います。今日の動画以上となります。ありがとうございました。